あれですね。アートカミオンの回線と書いてあるやつかな。それの外伝ですね。前回何があったかっていうと、トラックで蟹崎ジョージという方が車を運転していると、謎のトラックが何台もいて、それが、ぶつけてくると。軽くね、自分のトラックにぶつけてくるという、まあ、不思議な感じでしたね。そうです。あんちゃんお帰り。待っとったんやで。思ってもあかんで、九州まで行ってもらわなあかんのやからトラック運転、長距離トラック運転手さんどういう感覚なんだろう。九州って言われてもさ、言われた時にって感じなのかね。それともあ、そうっすかみたいな。けったいなトラック、まさかグレーの怪しい奴らやない。そうだね、グレーの奴らがさ、ブロックしてきたと思う。何は言うてへんのやけど、何があったんだろうね。実はうちを買収したいいう会社があるねん。お父ちゃんから継いだ会社を売ってしまうわけないやん。それもそうなんですよね気になりますよね。それめっちゃすごい額や。それに従業員はそのまま雇う言うてきてんねん。悪くないんじゃない。会社ってなんかそのやっぱり業績を上げて大きくするっていうよりは、あれでしょ、いかに高い値段で売って終わりにするかっていうのが、そういうもの仕組みらものらしいですよね。ものらしいっていうか、そういうふうに捉える人が多いというか、そう捉えるのがそんなに異常ではないらしいですよ。高く売れるんだったらそのうちに売っとくっていうのが大事とか聞きますけど、遊んで暮らしたらな、尽きちゃうんだよな、金が。ふざけとるとしまくれ。エビスコーさんや。やばいだろ、それはそれで。反社じゃないですか。大阪のヤーさんとつるんで、もう一儲けするつもりらしいわ。なんかそれ売っても良くないし、なんか断ってもめんどくさいな。困るんわな、あいつらしつこう嫌がらせしてきよるんや。証拠はあれへんけど、多分梅さんに怪我さしたのもそいつらやし。ひどいね。やっぱ妹さんのことをもうちゃんとね考えてるんです。うちは大丈夫、みんながついてるさかい。ついでにあんちゃんも。優しいっすね。うん、分かってる。やばいことはみんなあんちゃんに押し付けるさかい。それやったら九州まで行ってや。なんで急にそのトーン下がるの。なんでもゆえ言うたんや。南の女もええけど、九州の女も色っぽいで。いや、単純すぎる単純すぎる単純すぎる。うちのあんちゃんほんまに落ち着きないな。
そうだよ、本社じゃなくて、なんかよくわかんない。まず、あ、そういうプレイもあるかもしれないけど、いい、こう、ね、異性の良さでね、売り言葉に買い物みたいな感じで。何でもね、箱の印象ね、とても変わらないって感じなんですけど、まあ、ホタテね、ホタテ好き。じゃあ今日こんぐらいしますか。また次の動画で。